コンラート・アデナウアーは、ドイツ連邦共和国政府が、外遊や外交活動のために使用している、航空機である。名前は、政治家のコンラート・アデナウアーに由来する。他の政府専用機と、同様、ケルンボン空港で、ドイツ空軍第一師団が整備を行っている。これまで、エアバス A310 とエアバス A340 に、この名前が付けられてきた。初代、 コンラート・アデナウアー初代、コンラート・アデナウアーは、類似目的で使用されている、クルト・シューマッハー、ヘルマン・コール、テオドール・ホイスと同様に、エアバス A310 から304である。同期は、白い機体に、ドイツのナショナルカラーである黒、赤、金色が施され、ブンデス・レピューブリーク・ドイチェランドの文字が記されている。 2011年2月には、リビアから15カ国の避難民を輸送するのに、使用された。その後まもなく、2011年4月に、ルフトハンザドイツ航空からエアバス A340 から 313VIP の中古機を購入し、同じく、コンラート・アデナガーと命名された。初代機は、フランス国立宇宙研究センター参加のノバスペースに、売却され、 現在は無重力状態再現機、エアバス A310-0G の名前で、科学研究や宇宙飛行士の訓練、民間人の飛行に使用されている。二代目、コンラート・アデナウアー。現在の、コンラート・アデナウアーは、モトルフとハンザのエアバス A340 から313であり、VIP 用に寝室が設けられ様々な安全技術が導入されている。 無着陸で 13,500km を飛行でき、143名を運ぶことができる。ありがとうございます。